モラビアン大学はアメリカ合衆国ペンシルベニア州ベスレヘム市にキャンパスを構えるモラビア兄弟団系のリベラルアーツカレッジ。教養学部を主とする大学であるが、修士の学位を授与するモラビアン神学校も併設している。モラビアン大学は1742年に創立した全米で6番目に長い歴史を持つ大学である。二千二十年版の US ニューズ ワールドレポートの大学ランキングでは、全米のリベラルアーツカレッジの中で136位という評価を受けている。モラビアン大学は、ベースレヘムのダウンタウンに85エーカーのキャンパスを構えており、約2500人の学生が在学している。リベラルアーツカレッジの特徴ともいえる、少人数制による教育を行っており、学生対教授の日は11、1。 全講義の6割今日は20人以下の学生数で行われている。モラビアン大学は1742年にニコラウス・フォン・ツインテンドルフの16歳の娘、ベニグナ・フォン・ツインテンドルフが設立したベスレヘム女学院にその期限を遡る。ベスレヘム女学院は1863年にペンシルベニア州政府によって学位を授与する大学としての認可を受けた後、 1913年にモラビアン女子人学校、女子大学に改称された。また、モラビアン大学の起源は1742年1743年にそれぞれ設立された2校の男子校にもある。この2校の男子校は1759年に統合してナザレスホールと改称され、1807年にモラビアン大学、神学校に改称された後、 こちらも1863年にペンシルベニア州政府によって大学としての認可を受けた。1954年にこの男子大学は女子大学と統合され男女共学のモラビアン大学神学校となった。この統合により旧男子大学は現在のモラビアン大学のノースキャンパスに旧女子大学はサウスキャンパスにそれぞれなった。モラビアン大学は ノースキャンパスとサウスキャンパスの二つのキャンパスを有している。ノースキャンパスには教室、各学科の事務室、入学事務室、学生寮、図書館など大学の建物のほとんどが集中している。また、ノースキャンパスの敷地内にはサッカー場とラクロス場がある。その他の体育施設、スチールフィールドコンプレックス、ギレスピーフィールド、ソフトボール場、テニスコート、 および体育館はすべてノースキャンパスの東に集中している。一方、サウスキャンパスでは芸術及び音楽の各科目が開講されている。この二つのキャンパスは8ブロック離れている。モラビアン大学のスポーツチーム、グレーハウンズは NCWA のディビジョン3に属している。男子はフットボール、サッカー、バスケットボール、ラクロス、野球、陸上競技、 クロスカントリー、テニス、ゴルフの9種目で、女子は、チアリーディング、ソフトボール、バスケットボール、サッカー、ラクロス、フィールドホッケー、陸上競技、バレーボール、テニス、クロスカントリーの10種目でそれぞれ競っている。ありがとうございます。